アンディ君がね、ふって顔避ける。でも怒んないから優しいよ、あの子。まあまあ、やりすぎない程度にはやるけど。なあ、これ口のタブタブたまんねえ。ドリフト、ドリフト、ドリフト、ドリフト。バビタ、行くのに行くない、ん、行くのに行くない。ああ、疲れた。いや、飲みたくね、俺。お腹が空いたよ。そこの木にいた。何が？スズメバチ。怖っ。こんなにあったよ。やべえと思って。ちょっと待ってくれよ。木じゃ食べればよかったよ。食べたい。あの辺のなんか、ね、古い民家のところに。マジで見た。ミツバチ。ミツバチだったらいいよ。スズメバチはちょっと。つうか11月なのにまだスズメバチいるんだな。あったかいせいなんだろうね。うん。ああ、下に行くとこ。はい、聞いてね。なんで聞いた。今日休憩中、職場のこと二人で爆笑しながら聞いた。よし、ダン。なんでその言い方あったっけ。タイムセール。小田原と箱根とさ、江ノ島って知らないうちにさ、聖地巡礼しちゃってるよねみたいな話して。うん。作中に言ってた場所じゃねえみたいな。うん。キミータン、そこ行ったら右曲がって帰るか。今日朝とラウワンであいついたからちょっと受けた。アスター、なんかラウワンだよ、うん、でね、はい、朝なんか知らないけど町田駅に行ったんです。すんげえ荷物持って行きたいけど、デブだった。デブっていうかなんか黒装束になってたからちょっと引いちゃった。デブになってんじゃん。なんか体型が変わると一瞬誰だか分かんなくなるのなんか悪いけどね、正直言うとね、なんか不審者にしか見えない。だって黒いんだもん。で、なんかあれ自分で作ってんのかなっていう。まあでもそういう学校行ってるかも知らんけど、いくつかもう忘れちゃった。もう学生ってバスじゃねえか。うん、あいつ何歳か知らないけど、でもまあ30代ぐらいでしょ、多分。もう30なんだあれ。
じゃない？あんまり年離れてて、もうちょっと離れてるイメージあるけど。30代ぐらいだと思うよ。俺がもうおっさんの子だ。ただ、あ、ごめん、ちょっと引いた。あの格好はちょっと引くものがある。何が引くのかな。いい年したおばさんがミニスカートが入ってても。違う。で、あとね、合う服全部それなんだよ。それしか兄でしょうがない。あの、ケイナギさんみたいなもんだよ。あれが一着しかない。やばいよね。やばくねえと思って。ギャンブルするのに、服2着ぐらい買うの。ケイナギさんって。あ、そうそう、LINE 日本したけど、一応ね、お願いしといた。あー、あ、やべえ、買うの忘れた。なんかね、最初ね、そのサイトをちゃんと見てくれたみたいで、休憩中に、うん、じゃんけん大会に出んのかと思っちゃいましたって言われて。出ない出ない。そんなさ、そんなさせない。え、どうしよう。俺行ってもいいかな。でも独断で。え、俺も行っていいかな。でも誰に。あー、個人的に。いや、行けばいいじゃん。うん、喧嘩の忘れちゃった。でもいや、なんか手にもしかして入るんだったら、もう一枚お願いしてもいいかな。やべえ。多分手に入ると思いますけど。買うのは。え？ダメ、ローソン行くの忘れちゃったよ。この辺ローソン、あ、ねえな。あっちだ。駅前まで行かなくちゃダメだ。だるいよねもう。うん、じゃあいいや。今日は帰りたい。明日だったらいいけど。いや、ロッピーやんなくちゃいけないからだるいんだよ。明日だったらいいけど、明日行く。明日、いや、自分で買うわ。あ、抱っこ。ほい。ポンキモー、ポンキモー。いや、あれやってみよう。ちょっとしゃがんでみてよ。いや、もういいよ。やって、やって。どうすりゃいいの。しゃがんで、しゃがんで。呼んで。ポップー。あ、もう帰りたいんだ、これ。最後。もういいや。はい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 。あ、こっち来る、こっち来る。こっち来るか。1割9割。あ、来なかった。あんまり減速しないで。桜のもみぴょん。